非,非霊長類の四季核の進化は、魔獣類の多くと比べ得意的である。霊長類の遠い祖先にあたる、脊椎動物は四色型四季核を保持していたが、恐竜時代に生息した夜行性の温血哺乳類の時代に、網膜から四種類の衰退細胞のうち二種類を失った。従って、甲骨魚類、爬虫類、鳥類のほとんどは四色型四季核を保持するが、 哺乳類のほとんどは二色型式核を持つ。この例外として、三色型式核を持つ、霊長類及び有体類の一部、単色型式核を持つ多くの海洋哺乳類が挙げられる。霊長類は紫色に吸収スペクトルのピークを持つ S 型水体、緑色に持つ M 型水体、黄緑色に持つ L 型水体の3種類による三色型式核を持つ。 霊長類の目の主要な観光色素であるオプシンには、いくつかのタンパク質配列の異なる種類があり、これにより、水体細胞の感度スペクトルは左右される。ただし、すべての霊長類が三色型色覚を持つわけではない。競備項目は、向上的三色型色覚、すなわちオスとメスの両方がタンパ中波長、長波長に敏感な三種類のオプシンを持っている。一方、 交尾項目のほぼすべての種では、アレル性、または多形性三色型四規格、すなわちオスとホモ接合のメスは二色型四規格であり、ヘテロ接合のメスは三色型四規格であることが知られている。交尾項目の中では、ホエザル族とヨザル族が例外である。遺伝的に三色型四規格を持つ霊長類は二つのパターンに分けられる。すべての霊長類は、 常染色体である7番染色体上の遺伝子によりコードされる S 型オプシンを持つ。競微項目は X 染色体上に隣接して L 型および M 型オプシンをコードする遺伝子を持つ。他方、交尾項目は一般に X 染色体上に単一の M 型、L 型オプシン遺伝子座しか持たない。したがって X 染色体を一つしか持たないオスは S 型に加えて、 単一のの M 型もしくは L 型のいずれかしか持てず、交尾項目のほとんどの種では、すべてのオスは二色型式核を持つ。一方で、この遺伝子座は多型であり、M 型対立遺伝子と L 型対立遺伝子とが存在するため、ヘテロ接合のメスは三色型式核を持ち、ホモ接合のメスは二色型式核を持つ。 進化生物学者は L 型および M 型の観光色素の進化上の起源は新世界と旧世界の霊長類の間で共通であると考える。分子生物学的には3種類の色素のスペクトル特性は両項目で同じであることが示されている。この共通の起源から異なる色覚が進化する過程を説明する仮説として以下の2つが指示されている。一つ目の仮説は 競尾鼓目霊長類の二つの遺伝子システムが乗り換えにより進化したというものである。L 型を持つ染色体と M 型アレルを持つ染色体間との間の不当乗り換えによって L 型および M 型遺伝子の両方が単一の X 染色体上に位置するようになる可能性がある。この仮説は交尾鼓目に見られる多型が 旧世界猿と新世界猿との間の分離よりも前に進化したことを前提とする。この仮説は、交尾項目と協尾項目が分岐した後のある時点で、上述の不当乗り換えが協尾項目のヘテロ接合型メスで発生したことを示唆する。この乗り換えの後、M 型遺伝子と L 型遺伝子の両方を持つ、少なくとも一つの X 染色体を受け取る押すと、 メスの子孫は三色型式季者になる。その後、単一の M 型、または L 型遺伝子しか持たない X 染色体が、胸微項目の遺伝子プールから失われ、向上的三色型式季が確立したと考えられる。もう一つの仮説は、オプシン多形は、胸微項目から分岐した後の高微項目で生じたと説く。この仮説では、単一の X 型、オプシンアレルが、 競技項目で重複し、競技項目の M 型および L 型オプシンはその後に複製された一方の遺伝子の影響を与えるが、他方には影響を及ぼさない、突然変異によって分岐したとされる。交尾項目の M 型および L 型オプシンは、既存の単一オプシン遺伝子から複数の対立遺伝子へと並行進化したとされる。DNA 配列のいくつかの小さな違いから、 経過時間を推定する分子時計と呼ばれる遺伝学上の技術を使用して進化的イベントの前後関係を決定できる。オプシン遺伝子の延期配列分析により、新世界イザルのオプシン対立遺伝子間の遺伝的相違が旧世界ザルの遺伝子間の相違よりもかなり小さいことが明らかとなっている。従って、新世界の霊長類の四季核対立遺伝子は旧世界ザルに起きた。 遺伝子重複よりも後に発生したことが示唆される。オプシン遺伝子の多型は、一回、または複数回の点突然変異によって独立して、生じ得るため、急行スペクトルの類似性は修練進化によるもので、あるとも考えられる。新世界イザルの遺伝的均質化にもかかわらず、ヘテロ接合のメスでは三色型式核が維持されており、 これらの対立遺伝子を定義する重要なアミノ酸が維持されていることが示唆される。この説は、この形質が成熟用の背景から熟した果実を見つける能力の向上させるため、進化上有利であったとする考えを中心とする。L 型水体と M 型水体の間の急行スペクトルの違いは、歯から果実を識別する上で最適な日に近いことが研究により示されている。 アローアタシニキュラスが自然状態において食べる果実と葉の反射スペクトルを分析したところ L 型水体色素及び M 型水体色素の感度が葉の中の果実を検出するのに最適であることが示されている果物説を裏付けるデータは数多いものの最近の研究はこの説の反射する方向へ進んでいる複数の研究により二色型色覚を持つ個体の 水体色素でも果物とそれを取り巻く葉の色の違いを実際に区別できることが示されている。この説は M 型水体色素及び L 型水体色素の両方を所有することにより、タンパク質を多く含んだ若い赤みがかった葉を識別する能力がもたらされ、果実が不足した際の生存率を向上させるという考えを中心とする。三色型色覚は アフリカに起源を持つことを示す証拠があるが、アフリカでは一軸及び足が乏しいため、果実の不足時に三色型四季核の選択圧が高まるとする、この説と整合する。ただし、この説は、アフリカ以外に生息する二色型四季核を持つ種にも見られる三色型四季核の選択圧を説明できない。この説は、三色型四核が進化したのは、遠目から物体を、 背景の葉から区別することに適応するためであると説。く。この説は、透明では、背景の S、値及び気土値が多様になるという事実に基づく。この仮説は、三色型式格が進化したのは、低い空間周波数に対して、感度を高めるためであると説。く。赤、緑色核の空間色特性は、典型的な把握可能距離と同程度の比較的短い距離から、 葉の背景に対して赤い物体を検出することに適応している可能性がある。嗅覚が色覚の選択圧に寄与した可能性もある。嗅覚受容体遺伝子が失われた時期と工場的三色型色覚が進化した時期とが一致することを示唆した研究があるが、疑義を受けて著者により撤回された。この説は嗅覚が低下するにつれて、 災時において三色型四季核が重要となり、選択圧が増加したと説く。また、三色型四季核をもたらした突然変異により、フェロモン通信の必要性が低下し、後にこの機能の喪失に至った可能性もある。結局、嗅覚需要体の濃度と四季核の獲得に直接的関係があることは示されていない。研究によると、人及び 旧世界猿が共通して持つフェロモン伝達経路二世電子の特性をホエザル族は共有しておらず、結果としてホエザル族はフェロモン通信システムと向上的三色型式核の両方を維持している。したがって三色型式核を得たことが直接フェロモンによるコミュニケーションが失われる原因になるわけではなく様々に組み合わさった環境要因が関係する。 しかしながら、大多数の三色型色核種において二つの形質の間に有意な負の相関関係があることが研究により示されている。三色型色核はまた、配偶者の選択を通じて子孫の健康において進化的に有利だった可能性がある。M 型及び L 型衰退色素は皮膚からの反射光によって血中酸素飽和度を識別する感度を最大化する。 従って、特定の霊長類種における三色型式核の形成は他個体の健康状態を調節する上で有益であった可能性があり、従って子孫の健康状態が親よりも向上するにつれて三色型式核が種における支配的な表現型となる可能性が高まる。新世界ルの二つの属は選択圧の違う異なる環境が集団の式核に どのように影響するかを考える上で注目に値する。ヨザル族は、その S 型オプシンと M 型、L 型オプシン遺伝子の多形を失っている。この族は夜行性であり、色があまり重要でない世界で最も頻繁に行動するため、色覚に対する選択圧は緩和された。逆に、中高性のホエザル族は、比較的最近に起きた M 型、 L 型遺伝子の遺伝子重複を通じて、向上的三色型式格を再獲得した。この重複により、X 染色体上に緑色子の対立遺伝子と赤色子の対立遺伝子の両方を保持できる2つの遺伝子座が生じたため、オスメス両方で三色型式格が可能となった。 ホエザルにおける向上的三色型式核の再獲得とその普及はホエザルにとっての進化上の利点が三色型式核によりもたらされることを示唆している。ホエザルはおそらく新世界ザルの中で最も破色性の高いサルである。その食生活において果実は多くを占めておらず、ホエザルが好んで消費する種類の葉は赤、緑色核により最もよく識別される。 ホエザルの食事の好みを調査するフィールドワークにより、発色性採時により、向上的三色型式閣が環境的に選択されたことを示唆している。ありがとうございます。